日産 r 9 0 c k は1990年世界スポーツプロトタイプカー選手権及びルマン24時間レース3専用の日産自動車のグループ C カー。前年型 R89C と同じくローラカーズの製作。R89C は空気抵抗現象を目標にホイール径を前後とも17インチとシーアタイヤにスパッツを装備するなど ルマンのユノディエルでのトップスピードを意識して開発、制作されていたが、R90CEK ではフロント18インチ、リア19インチ系のホイールの採用、ブレーキの体系化など、スプリントレースでの競争力向上を目指して開発、設計されている。それ以外では R89C の基本設計を引き継いでいる。このシーズンは日本で製作されたマシンを R90CP、英国のローラーで製作されたマシンを r 9 0 c k と名付けた。製造された地である英国クラウンフィールドの C を取り R90CC と名付けることを当初考えたが、それでは短期等のバイクのようでしっくりこないということで C と同じ発音の K をつけ r 9 0 c k とした。デビュー戦は WSPC 第2戦モンザ。 この年はシーズンを通して2カー体制で臨んだ。グッドイヤータイヤに対し性能の劣る UK、ダンロップを履くため、シーズン当初は、グッドイヤーを履くメルセデス、ジャガーに苦戦するが、第4戦スパフランコルシャンでシーズン初の表彰台を獲得した。メルセデスのイナイルマンでは、日産の欧州レース部隊である NME、米国レース部隊であるん t a の双方から2台ずつ。 K4 台の必勝体制で挑み、予選でスペシャルエンジンを積んだ NME のマーク・ブランデルが驚異的なタイムで日本車初のポールポジションを獲得。決勝レースでも序盤からレースをリードするが4台中3台がリタイアに終わる。この年は日本のニスモが送り込んだ R90CP も最高5位に終わっており、日本車初のルマン制覇はならなかった。 残ったオプタイの1台がレース中のファステストラップをマークしている。WSPC 後半戦では優勝はできなかったが2位に2度入賞した。シリーズランキングでメルセデス、ジャガーに次ぐ3位に入る活躍だった。1991年のデートな24時間レースにオプタイが6足ミッションを搭載登録時のモデファイを施した R90CEK で参戦し2位に入賞した。 乗車定員は1名だが、グループ C のレギュレーションにより、一応助手席があり、1992年の F1 日本グランプリ前に放送された、富士テレビの特番では、河合和人が口述するフロメイレーシングの車の助手席に乗り、ドーマシンが鈴鹿サーキットを走る様子をレポートしたことがある。全日本スポーツプロトタイプカー、耐久選手権シリーズに、 長らくポルシェ956.962で参戦し、多くのタイトルを獲得してきたノバエンジニアリングは、ポルシェの競争力がすでに国産グループシーカーにかなわないものと判断し、1991年シーズンから日産のマシンを JSPC で走らせることになった。マシンは新車の R90C-06 をローラから購入し、エンジンはニスモから供給を受けることになった。 タイヤはブリジストンを装着し、フロントタイヤに18インチホイールを採用した。このマシンは R91CK と呼ばれた。開幕戦となった富士 500km では予選7位からじわじわと順位を上げ、レース後半になると2位に浮上。終盤には燃費が苦しくなったワークスの23号車、カルソニック日産 R91CP を猛烈に、 追い上げて1秒071差のニ位に入り、ノバのチーム力の高さを知らしめた。第2戦、富士 1000km では、予選6位から、ワークス日産を追い上げていた104周目に、ミッショントラブルを起こしリタイヤした。第3戦の富士500マイルから、ジャガー XJR-14 タイプの2段式、リアウィングを装着するようになった。ダウンフォース増加とドラッグ低減の効果があり、 富士のストレートスピードで時速 18km 速くなった。予選6位、決勝6位。第4戦、鈴鹿 1000km では予選6位からスタート。1回目のピットストップで火災を起こし、2位から6位まで後退するもその後追い上げて、日産勢最上位の2位でゴールした。第5戦の菅尾 500km では予選3位からスタートし1位から6秒差の2位でゴール。 鈴鹿に続いて、日産勢最上位入賞となった。第6戦、富士 1000km は、雨の中行われ、たびたび、ペースカーが入る展開となった。81周目のリスタート時に、R91CEK は雨に足元を取られ、スピンし、リタイアとなった。前線終了時点で、フォルカー・バイドラー、中谷・秋彦の両ドライバーは、ドライバーズポイントで1位から4ポイント差に迫り、 タイトル獲得の可能性があったが、その可能性もなくなってしまった。最終第7戦の菅を500マイルでは予選8位。レースはミッショントラブルから交代の後をい上げたが10位に終わった。ノバは1992年の JSPC シリーズ開幕前の2月に行われたデートな24時間レースに出場した。事前テストで高タイムをマークし、 上位入賞を狙っての参戦だったがトラブルが多発し8位に終わった。JSPC 開幕戦の鈴鹿 500km は予選6位からスタートしワークスのユープにス産 r 9 2 c p との戦いの末7秒差の任位を獲得した。第2戦の富士 1000km 決勝では日産勢がトヨタ勢を圧倒。1位から4位を独占し R91CEK も3位に入った。 第3戦の富士500マイルからヘッドライトがフロントタイヤ前方からコックピット内へ移設された。レースでは3位に入り3戦連続で表彰台を獲得した。ノバは第3戦と第4戦の間に行われたスポーツカー世界選手権シリーズの第5戦鈴鹿 1000km に1993年シーズンに向けての自然吸気マシンとの性能比較を目的に 出場した。この年のスウィックはターボマシンは参加できないことになっていたが、鈴鹿 1000km では JSPC 規定者が JSPC レギュレーションで参加できることになっていた。レースでは燃費、給油時間に制約のある中4位に入賞した。第4戦、菅尾 500km ではセッティングを誤り6位に終わり、第5戦、 富士 1000km では10周目にスピンシリタイア。最終戦のミネ 500km では予選で2位につけ、決勝でもカルソニック日産と首位争いを演じたが37周目、42周目に立て続けにコースアウトし、交代、それでも総合で3位に入り、優秀の美を飾った。日産 R93CK 日本自動車連盟は前年限りで終了した。 JSPC に代わるスポーツカーシリーズとして ICL の開催を決定。ICL へのエントリーを決めたノバはタイトル獲得のために、シャシーに、などの改良を行い、空力面ではするなど、大掛かりなモディファイを行った。このモディファイにより 30kg の軽量化とダウンホースの増加に成功し、コーナリング性能が向上した。またレギュレーション変更に合わせてターボに、 エアリストリクターが装着された。しかし ICL のエントリーは低調でイベント中止が相次ぎ、結局鈴鹿 1000km の1レースのみが行われた。その鈴鹿 1000km に r 9 1 c k は r 9 3 c k の車両名で出場した。予選で2位のチームルマニスさんは R92CP に1秒以上の差をつけて、 コールポジションを獲得した R93CEK は、レースでもドアが外れるトラブルがありながらも独走。しかし、最後のピットストップのタイヤ交換で大きくタイムロスし、優勝を逃した。ワークスの17インチより、体型のブレーキディスクが使用可能なのがメリットとチームは説明した。レーシングオンナンバーワン 03P28 武州、処防、1991年。 オートスポーツナンバー 641P22 参営処房1993年。オートスポーツナンバー 639P62 参営処房1993年。ありがとうございます。